とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、タイムアタック、ラスボスでやっていきます。のづちかでね、今日は挑戦しようと思うんだけども、どうだろうか。まあ、陣平のブルームーンで行った時が、4分7秒、なかなか早かったと思うんだけども、のづちかどうだろう。まあ、完全にね、力に振ってきたキャラクターにしたんだけども、それでもパワーは2179。うん、まあ2000いくだけマシかな。はい。とりあえず芸能人学徒の能力を使って、頑張っていこう。目標は5分以内でいこうか。いや、難しいか。うん。まあ、ここに入った時にスタート。そして、第2段階を倒しきったところでストップ。ということでやっていきます。よし。OK。まあ、ノルチカのいいところは、飛行のね、必殺技を装備してるから、回復すんのよ。攻撃すると、あー、ミスった、忘れてた。あのね、ノズチカはあれだ、異常状態の時に攻撃をするとダメージが上がるっていうのをつけてるから、まずは異常状態を引き起こして攻撃だね。超忘れてた。 OK、 いくよ。まずは攻撃力ダウンを入れて、これだ。ああ、ダメージが全然違う。オッケーオッケー。でもまあ、全然大丈夫。相変わらず硬いな。ああ、今日はあの宇宙服装備してないから、クリティカルも食らっちゃうんだけども、まあ全然、余裕余裕。なんてことないもん。よし！ああ、ここで溜まってくれないと。溜まらないか。いいや。俺の力を見ろ。はい、オッケー。さすがやね。うん、ダメージと同時にもうこっちの HP マックスぐらい回復するから、なんてことない。死ぬことはまずありえない。よし、では次真の姿の方、攻撃力アップをね、そのまま維持できればいいけども、最初の攻撃を回避できれば、あはは、まあまあ、オッケーオッケー。4回ぐらい回避したか。オッケー、4回回避。あー、またコンバットラッシュ。よし、オッケー。こんだけ回避すればいけるでしょう。で、攻撃力アップをさっき使ってなかったね。いくぞ。オッケー。ああ、まあ難しいか。まあ回避して攻撃力が上がってればそのまんまでいいや。いや、通常攻撃で2000とか、えぐいえぐい。よし、オッケーオッケーオッケー。よし、アップね。いけ。お、いいよいいよいいよ。結構減らしていけてる。よし、まあ、とにかく維持する感じだね。攻撃力を維持するっていうのが大事。ここも避けていこう。早かった早かった、ちょっと早かったけども維持できる。 OKOK、いくぞ。ああ、まあいいか、チャンス作れるかなと思ったけども、よし、早く攻撃して、まだ大丈夫だけど。 OK、 そろそろ次の攻撃ぐらいで敵が本気出してくるね。いいよいいよ、全然大丈夫。来い来い。
はい、攻撃力は維持されたまま、よし、そろそろガッツリいっちゃおうか。いけ、おっしゃ、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、いいダメージ、よし、ちゃんと攻撃力も維持できてるから大丈夫だね。ここでも一回回避しとくか。攻撃力も上げとこう。いいねいいねいいね、よし、いけ、 OK、 チャンス作れ。でも通常攻撃しかないというこれね。いや、むしろチャンス作らなかった方が良かったか。いや大丈夫、維持できてる、維持さえできれば大丈夫。まあ、次のワンコンボでお前は終わりだ。いけ、いくぞ、よし、終わりだ。どうだろうか、まだ編集してみないとどれぐらいか分かんないけども、まあとりあえず野津地下でのタイムはこれぐらい。まあ陣平よりは遅いだろうな。うん、まあ今まで、陣平と野津地下しかやったことないけども、ちょっと全キャラでやってみてもいいかもしれない。うん、まあとりあえず、アップデートはまだまだ来ないかな。早く来てくれればいいけども、はい、野津地下のタイムはこれぐらいでした。皆さんも挑戦してみてください。ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。